うんおー、朝おはようそんでおやすみ二度寝するの休みの日は朝にたっぷり寝るのが気持ちいいのってなわけでうん 何も予定ないんだからいっぱい朝寝するのこのまどろみを無駄にしたくない起こさないでお布団気持ちいい,いやだって、うん、意地悪しないで寝かせてよあんただって 休みの日は寝たいでしょ今も眠いでしょ寝よ。ほーら、ここ、ここ空いてるよ。おいで。可愛いい彼女のふわふわボディも楽しめるよ。幸せだね。私も、あんたと添い寝したいな。ぎゅーってして、 ポカポカしてふわーって気分で寝れるもうああお布団、お布団取らないでダメなんで回収すんの洗濯えー こんな朝からしなくてもいいじゃんていうかまだ大丈夫だよ前洗濯したばっかだし別に臭くないしそれにほらあんたの匂いが染みついてて落ち着くのあと興奮する 私の生き甲斐がいが返して返してよーお布団返してーあーーーお布団お布団お布団ないと生きていけないまだ転まってたいもふもふのお布団あ返してー取られた私のマイスイートシーツ 肌寒いというか心細いお布団がないだけでこんなに寂しくなるなんて失って初めて気づくその大切さいや失う前から気づいてたけどああお布団あなたは生涯のパートナーよえあああんたはねあんたもパートナーだけど お布団は毎晩そばにいてくれるっていうか毎日体を休めてくれるしそう体の方がもうお布団なしじゃ生きられないって言ってるからじょ冗談だってあいや割と本気だけどでもだからってお布団に嫉妬しないでよもうはいはいわかりましたあんたのこともパートナーとして大事にすればいいんでしょじゃあ代わりに フフフまるでお布団だねあんた抱きしめてたらお布団いらないや何お布団と比較されるのが嫌なの仕方ないなでも考えてみてよお布団の癒し力とあんたの癒し力が同じくらいって言ってるけどお布団はそれだけだよあんたは私の彼氏彼氏として もっと私のためになってる寝る時以外も私の大事な存在になってるだからあんたがお布団より劣ることはないからはいぎゅお布団は体の癒しだけだけどこっちは心の方も満足できるよふふ <laughs> 私の彼氏うんやっぱりあんたの方が大事だ <laughs> まあお布団が恋しいのは変わらないんだけどねお布団それでも今日この後あんたと過ごせるならまあいっかってねよしじゃあ名残惜しいけど洗濯しようお布団とバイバイするその分あんたが私のことを癒してね